今日は中尾の入場から中尾の裏切りが発覚してちょっとテンポ狂ったけど、信頼していた早苗に裏切られ、ちょっとテンポは狂ったけど、それが今日の敗因じゃないかなと思ってるけど、いつも通りに入場したんですけど、シャツはい、シャツはい、シャツ、シャツはい、裸だったじゃん今日。忘れてました。でも試合前からすごいただテンション下がり、今日の第一ニアは。これは焼け酒だな今日も。まあこっから G1 まで1ヶ月休みだから、まあ俺ららしく整えて、まあ早苗決勝で会おうとはそんなことは言わないけど、まあそれなりの結果残させてもらって、今日の裏切りの恨み返させてもらうよ。きっちり調査させてもらうから。俺はその前にね、海外に来週から行ってくるんで、ね、そこでしっかり防衛してきて、まずそっからだ話は。IWGP の凄さを見せていきたいなと思っております。世界にね、新しくなった IWGP の世界を見せてきて、まあ残念ながら俺セコンドには行けないけど、行きたいところだな、気持ちはね、行ってるんだよいつも。ちょっと リモートで。ああリモートセコンド新しいね。じゃあモニター置いといて、置いてリング下に。いやそれで参加する。じゃあ次は日本は G1 ですね。まあなんだかんだってまだ1ヶ月先だけどね。いやまあそれぞれみんな全員どんなあれで整えてくるのか知らないけど、俺は俺なりに整えてね、また1ヶ月後、まあ早々にね札幌多分入ると思うから、まあ地元満喫してから一気に行っちゃおうかな。いいっすか、もう今日は心が傷ついたんで帰ります。皆さんも帰ってもらっていいですか。こんな田舎にいたってしょうがねえだろ、早速帰ってこいぞ。緑の小僧、いやいやいや、緑のマッチ棒くん、君に何かを話しかけても中学2年生みたいな回答しか返ってこないな。もう喋るのはやめにしよう。それよりも俺は一人 A ブロックに思い入れのある選手がいる。ひくれよ。俺たちがまだ坊主の頃、同じ部屋で夢や希望を語り合ったよな。俺が部屋を散らかしてお前が片付けろっていつも思えてたよな。お前がデビューしてその後に俺がデビューした。リングの上ではおそらくほとんど触れ合うことはなかったはずだ。あの頃に語った夢、俺たちで続きを描いていこうぜ。卑怯夢があるなと思ったら宮原健人の曲か。そんなことより、そんなことよりニュージャパンロード最終戦、まあ今シーズンは今シーズンで有意義な陣容だったよ。ヨータとの連携もなかなかうまくいったからな。来月は G1 クライマックスだ。だから G1 の開幕まで、 G1 の開幕までちょっと時間があるな。正直高木慎吾まだまだ暴れ足りねえんだよ。おい7月はおいストロングもあるかもしんないけどよ、海外もいいかもしんねえな。で今曲が流れてるように全日本プロレスが上がってるけどな、他団体だってありだろ。おい G1 まで時間があるんだったらもう一暴れしてから G1 に臨むっていうのはいい考えだろ。そんなことよりもう一個、もう一個だ、もう一個、昨日に引き続きちょっとヒロミちゃんには悪いことしたな、謝っとかなきゃ。ヒロミちゃん、ごめんごめんごめん、すまんかった。さてヒロムちゃんの次の試合はいよいよドラゴンゲート年間最大のビッグマッチ、7月2日
か神戸ワールド記念ホール対大和選手。いやー楽しみだね。全知全能様と戦えるのを心の底から楽しみにしております。だけどもドラゴンゲート一人きり、それは非常に怖いな。不安だ。いやそれだけなんだよな。どうしよう。そこだけなんです本当に。あとはもうね本当に楽しみで仕方がないんですけど、どうしようかな。ひろみちゃん、一昨日そして昨日に引き続きちょっと悪かった、ミステイクが多すぎた、申し訳ない。いや謝るんだったらちゃんと行動で示してほしいです。行動で、ね、いや、わざわざ謝りきてるよ。いやいや謝るなんて誰でもできますからね、うん、しかもやっぱカメラの前で謝るのはすごく嘘くさいじゃないですか。もっとだったらカメラがない前で謝ってくれた方がもっとリアルに感じますわ。なんかカメラがあったらなんかもうそんな、なんかカメラがあるから俺も目立ちに行こうみたいな、謝っとこうみたいな、そんな風に思っちゃうじゃないですか、いつもいつも。パラダイルスロックをこうするだけでいい。なんでなんかちょっと変な風に返そうとするんですか。違うんだよ、あれパラダイスロックされてるけど真田が避けてるから、真田が生きてるわけだ。まず真田をやっつけてから、ひろめパッてさ、これでいいじゃないですか。そんな器用な、器用なことできるわけないだろう。もう滝さん、もうなんでテンパっちゃうんですか。ごめんごめんごめん。もっと冷静になったらフンってやって、フンってやったらもうすぐ真田と戦えるじゃないですか。まあでも冷静に言えることは一つだ、はい、ひろめちゃん、ドラゴンゲートのことなら俺に聞いてくれよ。まあ確かに、確かに高木さんがいたら心強いですよ、うん、もちろん俺はね、ドラゴンゲートネットワークを見ながら応援してるから頼むよ、はい、うわぁ高橋ロン、ここにありってことを見せてくれよ。それ応援って言わないですよ。えそれ高木さんがそれやる場合は応援じゃない。応援じゃない。それファンの人がそうやってね、あの映像を見たり応援してくれるのはいいですよ。高木さん、はい、プロレスラーですよね。俺はプロだ。そしてロースインゴベルナブレスダッポンのメンバーですよね。そうや。この私、ヒロムちゃんの仲間ですよね。ヒロムちゃん、はい、だったらこのドラゴンゲート一人で寂しいヒロムちゃんのためにセコンドにつくなんてできるじゃないですか。なんでそういう頭がないんですか。だって俺にちょっとごめんなさいって気持ちがあるんですよね。返そうっていう気持ちがあるんですよね。借りがあるんですよね。ミステイクしたのとドラゴンゲートのセコンドの話はまず別ですか。じゃあついてこないんですか。いやなんですか。なんですか、もう別に俺部長はいいですよ。行くよ、一人で頑張る。行けばいいんだろ。ほほほ、行くよ。本当ですか。行くよ。そんなこと言って当日来なかったりするんじゃないですか。行く、俺一人で不安なんですよ。まあ大和選手は俺一人だろうが勝ちますけど、それがだってやっぱセコンドとかいてくれた方が心強いじゃないですか。そうか、俺ドラゴンウェイドとか分かんないですし、ね、控室一人ぼっちなわけじゃないですか。そうか、控室に俺がいないとなあ、ちょっと物足りないもんな。いや、そっか、高木さんいるってこと。あ、じゃあ俺一人でいい。おいおい、ないのね、いいよ。 7.2 神戸ヤルド、高橋ひろむのセコンドにつくよ、任しとけよ。いいのか悪いのか分かんないけど、ヤマトのことなら俺がよく知ってるからな。そうですよね、いいアドバイス。一人よりかマシか。おいおいおい、まあ、言っちまったからな、カメラの前で。 7.2 神戸ヤルド、高橋慎吾もセコンドにつかせてもらいます。今日がニュージャパンロード最終戦、次戦は今のところ発表されている日程だと CMLL 遠征、そして G1 クライマックス。 CMLL のリングで試合をするのは2019年以来かな。約4年ぶりとなるメキシコ CMLL のリングで何かを掴んで帰ってきたいな。その先に G1 クライマックスも控えてるわけでね。まあまずは自分自身が楽しむこと、久々のメキシコ遠征を楽しんで、そして日本に帰ってきますよ。じゃあ皆様に次会えるのはいつかな。またいつかどこかでお会いしましょう。アディオス。